八幡町駅は愛知県名古屋市中区栄三丁目にある名古屋市営地下鉄名城線の駅である。駅番号は m 0 4栄地区南部の最寄り駅である。松坂屋名古屋店や名古屋パルコとは地下道で直結しており、松坂山前とも表記されている。計画当初は当駅設置の予定はなかったが、1963年9月の 金山栄館間建設開始後の1964年5月に追加設置されることが決まった。相対式2面2線のホームを持つ地下駅で可動式ホーム柵が設置されている。改札口は2カ所。エレベーターは各ホームと南改札口を連絡するものとコンコースと3番で入り口を連絡するものがそれぞれ設置されている。改札外のものは光の広場のエレベーターと 松坂屋南館のエレベーターがあり、全車は6時30分23時の間のみ利用、可能。後車は終日利用できるが、始発から10時と22時30分終電、及び松坂屋の定休日はインターホンによる対応となる。当駅は、名城線南部駅、つむく金山間区駅が管轄している。ホームコンコース北改札口周辺は、隣の坂井駅。 上前津駅から続く名古屋の中心繁華街である。八幡町の名は、その由来を江戸時代にまで遡る歴史的な地名だが、戦後の区画整理などにより住居表示においては、現存しない。ただし、南大津通りと若宮台通との交差点名として、残っており、八幡トンの店名の由来になるなど、地域名として広く通称されている。この他に、 白川通央津バス停やフラリエバス停なども駅近くにある。朝夕を中心に周辺オフィスビルへの通勤客や松坂屋やパルコへの利用客が多いこともあり、名城線の駅の中では栄金山に次いで利用客が多い。また栄駅がラッシュ時にとても混雑することを予想して、当駅から栄方面に向かう客も多く、他線と全く接続していない。 名古屋市営地下鉄の駅としては最多である。名古屋市統計年間によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。名古屋市営地下鉄全駅では87駅中恋である。ありがとうございます。